こちら見てください。こんなアンチコメントしてきとんねんな。まあ、この人毎回、ほぼ毎回、俺とか立てたとかをもう批判しまくっとん。とりあえずツイッター来いって言ってんの、コメントとかで。そしてもうこんなん、もうきっちがいっすよ。マジで。まあ、なんとか LINE を入手することができまして、今から通話の方、していきたいと思います。こんなメッセージが来ました。通話は土日な、あんたから電話もらうのを自動的に切るので意味ありません。とかなんかめっちゃ上からなんですよね。もうほんまに今回通話で潰していきたいと思います。電話が来るまで待ちたいと思います。ただいま LINE でメッセージ送って、こんなメッセージ送ったところ、は?送ってきました。この人絶対おかしいです。はい、もしもし、あ、宮古さんですか?はい。よろしくお願いします。あ、どうも。アンチ趣味なんやろ?ああ。そう、だからアンチをどういう感覚でやっとん?この前コメントで言わなかったか?何を?趣味感覚でやってるって言わなかったか?え、なんでそれが趣味なの?アンチとか趣味とかどんなひねくれもね。今の時にやってるだけだ?いや、お前ずっと暇やん。暇な時だお前ずっと暇やん。で、わざわざサブアカまで作ってコメントするなんかほんまになんかかわいそうっすね。もう普通の人はね、アンチとか趣味でやらんから。だからひねくれものしかやらないから。え、年齢言える?年齢?うん。21だ。21だが。え、大学生?大学行ってんの?行ってるわ。なんか、二十歳超えて、そんなん趣味だと。あんたもアンチしてんだろ?何のアンチ?俺のアンチだ。アンチしてんじゃねえか。俺のこと否定してんじゃねえか。あなたが俺をアンチしてくるから、お前が批判してきてるから俺がそれを対処してるだけだ。ゴミ動画だ。お前の動画ゴミ動画、ゴミだ。ゴミ動画見てくれてありがとう。君の再生数がポチって俺の金になるから。ありがとう、ゴミ動画見てくれて。だからなんで?けど、そのアンチの心理。俺の思ってる中の楽しい趣味の中で一番最下位の趣味だ。最下位?最下位の趣味だ。じゃあ他の趣味は?ピアノとか。他は?バイオリンだとか。ネットとかで、20も超えて20歳がネットで、悪口言うのはもうみっともない。アンチやってなんかいいことあるん?趣味とかじゃなくて。あるある。何?お前をぶっ潰すこと。アンチ活動することで快感を得てるんでしょ?趣味だから。そうだね。いや、それをひねくるもんって言うんだよ。そこまでの快感じゃないけどな。普通にあんたをぶっ潰すって目的だけでやってるから。いや、そんな目的は?あんたの潰す、あんたを潰すことっつってんだろ。じゃあ潰すことの目的は?いや、潰してる YouTube がある程度平和になるんだよ。何?お前は、どう恨みがある?君に?うん。じゃあ、いや、話すわ。お前が、お前を恨むまでの経緯を話すわ。うん。俺がマイクラしてるときに、いいな。やってるときに、うん、あんたを名乗るクソガキがいるんだよ。うん。よくね。うん。それで荒らされたんだわ。うん。まあ、バックアップ取ったから別にいいんだけど。じゃあいいよ。じゃあよくねえ。え、自分で、さっき自分でいいって言っとったよ。バックアップ取っとくからいいよ。じゃあいいよ。他の人が迷惑するからお前はやめろっつってんだよ。まあ、言うたら、YouTube が平和にしたい。そうだね。まあ、頑張れよ。せいぜい頑張れよ、それ。お前はもう簡単に言うと、ひねくれ者。ひねくれ者。はい、はい。あんたマジでミント低すぎだ。やめとけよ、もう。もう趣味でアンチしてる時点で、もう君の方がミント低い。ということで、この方がどんな人か分かりました。はい。21歳で、違いで、ひねくれ者です。お前だわ。はい。皆様、ぜひ、気をつけてください。